三越山は、石川県金沢市と富山県南都市との県境に、ある標高1621メートルの両城山地の、山。金沢市、第二の後方である。国土地理院の経済位置、25センチ経図は、西赤尾である。奈良岳と、同様、金沢市の平野部からは、高三郎山の陰に隠れがちである。県境付近に位置するが最高点は、 金沢市内にある。山頂付近はおおむね南北に連なる三つの頂の頂、標高約1610メートルの頂からなる。金沢市側は、西側の本流二股川と支流層、谷川の分水嶺にあたる。南都市側は、境川の支流秋津谷が流れる。北東は、赤まっこ山に連なる。南西は奈良だけに接する。 数カ所に小規模なお花畑があり、辛い塗装、日光木すげ、高根なでしこの群落が見られる。赤い素面岩の露出が多く、眺望に優れる。伊黄山や宝達山、やリ、ホタカ連峰をはじめ、条件が極めて優れた日には、大門山の背後に、佐渡ヶ島を望むことができる。山域周辺の地質は、総圧数百メートルに及ぶ、岩東類層からなる。 新大三期中止によの2000から1700万年前に、北陸地方で起こった激しい火山活動によるもので、安山岩質の溶岩及び火山採雪岩からなる、火山岩が主体で堆積岩を挟む、いわゆるグリーンタフの一部とされる。金沢の広報群、金沢市浅野川流域より、三越山の古庄は、古くは、 天保元年頃成立したとされる、加能越三州地理志向に現れる。現在、三越山と呼ばれている山は、五万分一地形図、西赤尾陸地測量部に、現在の位置に記名されて、以来確定したものであるが、ここにある山はかつて、赤間ふふる山と呼ばれていたことが指摘されている。その理由として、一明治初期に成立した、広告地史にある、 赤間ふふる山周囲の山の配置が現在の三越山のそれに近いこと。二、広告知識祭載の赤間ふふる山の高さが奈良学より低く大門山より高いこと。三、赤間ふふる山が広告地識の二股村の上に記載され、倉谷、二股両村側から道路があると記載されていること。四、二十万分一周整図。 金沢陸地測量部では赤松子山が県境上奈良学のすぐ北に位置し三越山は県境から2キロメートルほど石川県側に離れた位置に記載されていることが挙げられるなお現在通用している赤松子山の名は赤松古山または赤松枯山のごきだろうと指摘されているなお赤松る山の故障も天保年間の 加納越三州地理志向に現れる。本来、三こ山と呼ばれていた山は、現在の孔三郎さんから、三こ山間のおねじょうのどれかだと思われるが、現在となっては断定は難しい。このおねじょうの1521メートルの峰とする説がある。広告知識によると、孔三郎さん、ねじめ登山、三こ山を合わせて三方学と称す、孔三郎最高春、とあり、 向三郎山から離れた位置にあるとは考えがたい。ブナを峠を北の起点とし南進する県境重層の登山道がある。ブナを峠からの途中、大門山への分岐があり、赤松小山を通過して、三越山へ至る。また、白山市の旧河内村方面から、奥、三方山、奈良岳を経て登ることも可能である。 現在、金沢市方面からの登山道はない。しかしながら、かつて1964年金沢大学アンダーフォーゲル部によって開かれた登山道があった。倉田にひゅってから高三郎さんを経て、三越山頂上に達するもので、高三郎山から三越山頂上までは2時間20分を要したという。この道は少なくとも、 昭和50年頃までは残っていたと考えられるが、廃絶して久しいと考えられる。明治初期の広告地市によると、倉谷村から東谷川誠国より上るルート、二股村から西谷川市も萩谷より上るルートがあったとするが、共に県なりとあり、整備された登山道とは考えがたい。加賀国石川群村市第14巻広告地市。 山脈南派奈良学北派大門岸、富山西北派三文越山に連瑠とある奈良学、535条三尺、赤間ふふる山、508条三尺、大門山、502条七尺現在の赤間っ子山は、二股ではなく、倉谷に位置すると考えられる平凡社地方、資料センター編、富山県の地名平凡社など。なおその、五木は、 明治21年の修正図から始まっていることになる。角川日本地名大辞典編纂委員会編著角川地名大辞典17石川県、角川書店一方、加納越三州地理志向ではこの3つの山を、倉谷三宝山と呼んでいる。同じく、加納越三州地理志向にある、越中川から呼んだ、倉谷三宝山とは、現在の奈良だけを指し、 紛らわしい。吉井崎一編、石川県大百科事典北国出版社。ありがとうございます。